国際サッカー連盟、FIFA は、女子サッカーの選手を増とした、産休制度を導入することを決議し、4日に発表が行われている。今シーズンの J リーグは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を、実施中、4日の FIFA 評議会で可決された、新制度で妊娠した、女子選手に対し、クラブとの契約期、中に、最短14週間の出産休暇が認められる。その、真中、選手に対しては、クラブとの契約で定め、れた、給与の3分の2に相当する金額が支払われ、出産休暇後には、休暇前と同様にプレー再開、認めることが、クラブに対して義務付けられ、クラブ側からの一方的な契約解除など、妊娠、出産を理由として選手が不利益を被った場、クラブに対して罰則が課されることになる、切な医療サポートを提供することや、子供へ授乳が可能となるように各国の法制度に応じた設備を整えることも求められている。選手、出産休暇に入る場合、クラブは、移籍期間外で、でも、代役の選手を補強することが可能。ま、妊娠期間中の選手はクラブに対してプレー、外の形で労働を提供することも選択できる、定められている。女子サッカーを真剣に後押し、したいのであればこれらの側面に目を向け、ければならない。女子選手たちにはキャリア、安定が必要であり、産休を取るのであれば再、プレーできるようになった時に不安がない、うにするべきだと FIFA のジャン・インファン、委員会長はコメントを述べている。両。